飛島村は、愛知県の西部に位置し、海部軍に属する村である。伊勢湾西北部に面し、尾張地方に含まれる。北下良軍と米村とともに、愛知県内で二つしかない村の一つである。1889年に、愛知県海西軍飛島神殿、福岡神殿、正成神殿が合併して、飛島村が誕生した。このようにもともと、 神殿を作るべく干拓された土地であるために、稲作が盛んであり、さらに野菜や柿栽培も盛んに行われており、2017年度の農業、産出額は13億3000万円だった。また、飛島村は、精霊指定都市の名古屋市に隣接しており、名古屋港の一角である南部は、臨海工業地帯として開発され、 西名古屋火力発電所が立地する他に、自動車関連産業、造船産業、鉄鋼関連の事業所、材木関連産業、輸出関係の倉庫などが多数立地しており、税関の出張所も置かれている。2007年9月に公示された基準地下では、道村東浜2丁目、住友倉庫が30.6%の上昇率で、工業地としては日本で1位を記録した。 飛島村の人口は約4400人に過ぎないのに対し、昼間人口は夜間人口の約3倍の約14000人に達する。多治地帯から飛島村の臨海工業地帯への通勤者が多いためである。飛島村は全体が干拓地や埋め立て地であるため海抜0メートル地帯が多く、平均海抜はマイナス1.5メートルである。 このため水害を受けやすく、市街化区域は八点六六平方キロメートルのみである。残りの十三点八七平方キロメートルは市街化調整区域に指定されており、住宅地を増やすのが困難である。いかだ川、川口藤前日形愛知県では、昔から海を干拓して、神殿を作ることが盛んであったが、飛島村もそのような地区であり、村の全体が、 干拓や埋め立てによってできた地域である。村の北部は、干拓によってできた海抜ゼロメートル地帯であり、農村風景が広がる。南部は、埋め立て地で、名古屋港の一角を占める名古屋港西部、臨海工業地帯として造成された地区である。また、海上の貯木場も複数箇所で見られる。名古屋港西部臨海工業地帯。中央左が島、飛島ふ頭。 手前は、八戸市の鍋田不当。島。かつては貧しい村であり、戦前から数都市町村合併の訴状に上るも、相手自治体から、毎回拒否された。1944年の東南海地震でも、甚大な災害を被ったものの、太平洋戦争下で軍部の命令により、10日完を敷いている、名古屋市の工場が攻撃されることを防ぐため、飛島村の田や畑に、 裸電球を灯して大都市を装うことで戦争の矢表に立つことを余儀なくされ空襲による犠牲者も多かった。さらに1959年9月に襲来した伊勢湾台風では高潮被害などで130名の犠牲者を出し村長が県、国に数度対策を愛願するも財政力の弱さから復旧は難解作戦と呼ばれる。 海上自衛隊が着手した最後の伊勢湾台風、復旧事業により被災から2ヶ月後まで水が引くことはなかった。村民の流出も相次ぎ、1960年時点では、財政力指数は0.22の貧しい自治体であった。なお、伊か川のあぜには、伊勢湾台風順南の日が混流された。同年、当時の愛知県知事、 桑原ハラにより、伊勢湾台風の直撃を受けた湾岸に、臨海工業地帯の建設が計画され、飛島村では1962年から1981年にかけて、伊勢湾岸の埋め立てが行われた。埋め立て中の1968年には33万平方メートルの貯木場が完成し、行政権は飛島村に属することが決まった。さらに、 造船鉄鋼産業地も飛島村に属し、次第に裕福な村へと変貌していった。2017年度の歳入額は約68億5000万円で、内固定資産税は約29億4000万円。同年度の財政力指数は日本で最高位の2.15であり、日本一の金持村としてたびたびマスメディアで特集を組まれ紹介されている。 村長歴代村長市町村合併2002年6月に、飛島村と同じく、天国の南部の自治体であった、八戸町、蟹江町、十四山村とともに、海譜南部ブロック市町村合併研究会を設置し、二町、二村による合併へ向けて、話し合いが開始された。しかし、2003年2月に行われた、飛島村での住民アンケートで、 合併反対が74%を占めたことから、同年5月に、飛島村は、法廷協議会への参加見送りを決定した。その後、八戸町が、十四山村を編入し、八戸市になり、蟹江町は単独で残った。飛島村は、上記のように、財政状況に恵まれており、合併によって、 住民サービス低下の発生を懸念したため、また財政が困窮していた時代に何度も合併拒否されたのに、その後、手のひらを返すように態度を変えたことへの報復と見られている。愛知県としては、周辺自治体との合併の検討を促すとしたものの、合併新法に基づく合併推進構想の策定などの具体的な動きはなされなかった。なお、隣接していた。 十四山村が、雇美町との合併問題をめぐって紛糾した際には、合併反対派から、二村だけの合併ならば、飛島村も、行政水準を落とさずにやっていけるとして、飛島村との合併を期待する主張がなされたなど、事態の推移に影響を与えた。財政衆議院議員選挙の選挙区は、愛知九区に属する。飛島郵便局本部は、蟹江町にある、 愛知県警察課にえ警察署である。本部は、村内にある、海部南部消防組合である。郵便配達は、雅美市にある、雅美郵便局が行う。飛島村図書館金拠点西名古屋火力発電所、飛島不頭のコンテナターミナル名港海運 JA、愛知山飛島支店名古屋市港区が隣接している、ため、名古屋市方面への移動が多い。 日光川を渡った先の港区には、南洋地区に、イオン南洋店、西茶屋地区にイオンモール、名古屋茶屋などの大型商業施設などが立地している。飛島学園近鉄下に駅に乗り入れる飛島、公共交通バス、名古屋市港区と、飛島村の境をまたぐ、那と西大橋飛島村内に、鉄道は走っていない。飛島村では、 コミュニティバスとして、飛島公共交通バスが運行されており、蟹江町の近鉄蟹江駅や、名古屋市港区の名古屋市営地下鉄名港線、名古屋港駅、築地口駅、青波線東 A 駅に乗り入れている。飛島村と名古屋市港区との間には、伊勢湾岸自動車道の名港トリトンの一つである、名港西大橋がかかっている。ラムサール条約に登録されている。 藤島井日型大宝六角連画像飛島村の土地は、江戸時代の干拓によって造成が始まった。その一部の飛島神殿には、一切共同という干拓によって死んだ、水生生物を供養するために建立されたとされる、飛島神殿で最古の木造建築が残っている。なお、飛島村内には19の寺院、神社がある。海部郡に属していた自治体は、 飛島村、八富町、十四山村、蟹江町の他に、七宝町、大春町、地目寺町、三和町、鞘町、立田村、八海村、沙織町と、村も4つ含まれていた。人文社が1997年7月1日に発行した、郷土資料辞典23愛知県ふるさとの文化遺産。 の103ページによると、ボラの増水が名物であったという。ありがとうございます。